松松田田太太君、えー、港の松田幸太です、はいえー、大臣、私はこの消費者特別委員会において、何度も実は全量検査、福島、宮城、茨城、そういったところで全量検査ができるようなです、ね、放射性物質の検査機器を導入すべきだと主張してまいりました、えー、まず現在、ですね消費者庁が行っています放射性物質検査機器の対応、これにつきまして、状況を教えていただければと思います。 松田次長。えぇ、ー、消費者庁とあの国民生活センターにより進めております、地方自治体への放射性物質検査機器の対応につきましては、これまでに第一次から第三次申請まで終了いたしておりまして、合計で276自治体から370台の申請を受けております。その配分先は、まあ、放射性物質影響、地域的なバランス等を考慮いたしまして、えー、第一位で24台。 第二次で五十台第三次で百五十台の配分先を決定いたしております合計で百五十九自治体に二百二十四台を今決定を意定しておるところでございますそれからあ、今とりあえずお待ちしております松田光太君あの今第三次配分まで終わったということですか第三次申請まで終わったということですかね申請まで終わったということですね そうすると、まあ、次回からあの第3次配分が始まるということなんでしょうが、まあ、どの地域にです、ね、いくらぐらい今後、対応していく予定なのか、これを教えていただければと思います、あと予算全体、いくらあって、いくらまで使おうと思っていらっしゃるのか。松田次長。えー、今あの、第4次申請、これ、17都県を対表といたしております。 えー、3月19日から受付を開始しておりますが、えー、4月中に配分決定を行う予定でございます、第4次配分ではさらにまあ150台以上を確保できるようにして、まあ、可能な限り自治体の要望にお,お答えしていく方針である、まあ、先ほど370台希望があって、今224台と申しこれがます。 差し引きますと、150代の希望算ということになりますけれども、そういったところを考えしながらですね、できるだけ全体、自治体のご希望に応えていく方針ということでございます。また引き続き、あの、対応に加えまして、検査体制の危機器に、整備に向けまして、研修等を通じたバックアップも行っていく予定でございます。今、ただ予,予算という話がございましたけれども、これ、あの、国民生活センターのこの運営費交付金の中で、その余裕金の中でやっておりまして、あの、 いくら予算があるとちょっと一概にちょっと申し上げられないとご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。松田幸太君、はいあの予算はですねぜひあのしっかりあのまず明示していただきたいなと私は思うんですが、あのとにかくその予算はまだわからないということなんですが、私があのヒアリングをさせていただいた結果まあ約4億円ぐらい考えてらっしゃるのかなというふうに今、えー、感じております。であのその4億円まあいいんですけれども、それだけのお金を使うんであればですね。 しっかりとフォローしていただきたいと、これ以前も申し上げましたけれども、ただ単に対応してです、ね、配応しまいということではなくてです、ね、まあ、消費者庁の方から積極的にアプローチして、こういうデータを出してくれということで,です、ね、データを集めていただきたいんですね、そしてそれをその消費者のです、ね、に還元すると、このようなデータが出てますと、ですから心配ありませんよと、例えばです、ね、そういうまあ情報を配布するためにです、ね、ご利用いただく、これをぜひしっかりやっていただきたいなという,ふうに思っております。 続きまして、ちょっと次の質問に移らせていただきますが、あの米の問題、ですね。福島米のこれは全量検査ですかね、これもですね、私は実は福島については特に全量検査するべきだという,ふうに主張してまいりました、あの私が多分この消費者特別委員会で、また他の委員会でもですね、あのご提案したことあるんですけれども、提示させていただいた機械、藤、え、井、ー、電機さんの機械だったと思いますけれども、それはまあベルトコンベア式でですね、どん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 と。 検査がでできるというものなんですが、それをですすね、みません、ちょっと当時の細かい数字覚えていないんですが何十台か購入しすれば福島全域でですね、約100日間あればお米の全量検査ができるんですよという主張をさせていただきましたでこれはですねあの、もうすでに前の前の大臣になってしまいましたが細野大臣にも主張させていただいておりましてで実際、先日ですね、新聞を見てましたら細野大臣が福島県のですね、お米を全量検査すると。 いう方向で考えているという話が出てましたので、まあ、それは良かったなというふうふに感じている次第でございますが、私、はあのこれは福島だけではなくてです、ね、あの茨城、まあ、宮城、まあ、栃木、場合によってはです、ね、そういったところでもやはり全量検査するべきじゃないかなと、どうしてもです、ね、その風評被害の大きな被害というものをです、ね、ちょっと軽視しない方がいいんじゃないかなというふうふに思うんですね。まあ、これは国内ででもそうですし まあ私はまあ海外に出向くこともあるんですがその海外で地元の住民と必ず私は話をするようにしているんですけれども地元の住民たちは,です、ね、やはり非常にその日本の食料品、お米そういったものに対して疑念を持っていらっしゃるんですね、心配だとでこのような話を、まあ、例えばその閣僚大臣であったりにしますと皆さん、いやそんなことないと自分たちが例えば国際会議に行って話をすると皆さん、他の政治家の方々がです、ね、心配あんまりしてないよと。 いうような話が戻ってくるんですけれども、実際そんなことないんですよね、それはもう大臣級であったりリーダー級の人たちは、多分そのようなその社交辞令的に話もされるんでしょうけれども、実際、その住民たちは非常に心配されている、日本の食料品は福島がどこかもわからないわけですから、まあ、日本全国のものが心配だということになってしまう、まあ、そういうまああの風評被害を作ることにもつながっておりますので、少なくとも例えばです、ね、福島県、またその周辺の地域で、 全力検査お米に関してやってるよという話になればです、ね、まあ、このへ今のところ輸出はそんなにしておりませんけれども、他の食料品に関してもです、ねあ、心配ないというイメージをしっかりと作り上げることができるんじゃないかなというふうふに思っております、ぜひあの消費者庁としてです、ね、大臣、どのようにこの件についてお考えか、お聞かせいいただければと思います松原大臣、えーあの、福島県及び県内の各市町村においては、 まあこれ今あの、次長から話があったような、対応事業による検査機器を用いて、消費者の安全安心を確保するため、住民から持ち込まれた自家消費作物などを対象とした消費者サイドからの実施を、検査を実施しております。 今の実施状況は大変に、えー、予約が入っておりまして、検査実施状況、二ヶ月先まで予約が入っており、フル鍵を、フル操業をしておると、こういうことでありますが、あくまでもその消費者庁としては、この消費者サイドからということでですね、あの、こういったあ、自家消費作物などに対しては行っているというところであります。他方、米の出荷時における全袋、まあ、全品検査ですね、一般的な使用の検査機器では一件ごとの 検査ごとに時間と手間がかかるため、多くの数量を効,効率的に検査できるベルトコンベア方式の検査機器を今年の秋、収穫時期に向けて150台導入し、産地における農協や出荷業者等による自主検査体制の整備が行われると聞いているということであります田君あのまさしく今のベルトコンベア式の機械を、あの私がです、ね、提案したものなんですけれども。 まああの言いたいのはやはり最初からやるべきだったなと去年の九月にですね福島は確かセシウムの問題出てきましたよねああいった事態を防げたんじゃないかなというふうに思ってしまいますぜひあのもっと積極的に消費者庁としてもあの関わっていただければというふうに思いますいやあのもうこれは結構です次にあの進めさせていただければと思いますえっ、ー、とですねちょっと商品の不当表示の可能性についてお聞きしたいんですけれどもあのこれたまたままあテレビを見てましたらですね飲料水 バナエイチというもの、これがあの頻繁にコマーシャルをしているなということにあの気づきました。あのご存知でしょうか、バナエイチのコマーシャルご覧になられたことあります？あんまりないですか？あ松原大臣、えー、見ておりません。松下幸太君、あの実は韓国のですね国民的女優のですねチェジュウさんがですねあの宣伝をされているものなんですね。でなんで私その コマーシャルを見ていて違和感を感じたかというと、国連認定って書いてあったんですよ。で、まあ、国連っていうのは、まあ、普通の消費者がイメージするのは。いわゆるそのニ,ニューヨークに本部を置く国際連合のことじゃないかなというふうに思います。で、私はですね、あの国連に連絡をしまして、日本にある、あの関係各所に連絡をしまして。確認をしましたところ、いや、実は国連とは一切関係ありませんと。いう話が戻ってきたんですね。 で実際この件について、何か苦情とかが消費者庁に届いてないかどうか、これをお聞かせいただければと思います。松原大臣、えーあの。ご指摘のバナエイチについて、まあ、相談というかその、えー、パイオネット、これはもう全国消費生活情報ネットワークでありますが、通じて全国の消費生活センターから寄せられたバナエイチに関する相談件数は、過去10年で497件となっております。 これにつきましてはです、ね、あのまだちょっと私もこれ以上、深くあの検査、まあ、調査などできてないんですけれども、何かちょっと嫌な感じが多少しますので、その国連という部分で,です、ね、まず表示がおかしいんじゃないかということも含めまして、またネットなんか見てますと、いろんなまあ情報も出てまいりますので、ぜひあの消費者庁として大きなこれ問題になる前にです、ね、チェックをしていただいて、まあ、あの何かアクションを取らなきゃいけないところがあるんであれば、アクションをぜひ取っていただければなと。 まあ事前にですね、アクションをぜひ取っていただければというふうに思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。